アレクサンダー・フォン・フンボルトの像・フンボルト大学、本館・フンボルト大学、本館・フンボルト大学、法学部の建物ベルリン・フンボルト大学は、ドイツの首都ベルリンに位置する国立の総合大学の一つ。2005年ドイツ国内におけるエクセレンス・イニシアティブに指定された11の大学の一つ。東ドイツ時代に思想統制で衰退したが、東西ドイツ統一後に再建され、 最近ではタイムズハイヤーエデュケーションの世界大学ランキングにおいては2015年80位、2016年49位、2017年57位、2018年62位、2019年67位と毎年100位以内にノミネートするドイツもしくはヨーロッパを代表する名門大学の一つである。フンボルト大学出身のノーベル賞受賞者は29人に上る。 過去には、特に相対性理論で有名な理論物理学者、アルベルト・アインシュタインも10年以上にわたり、同大学教授として働いていた。プロイセン王国2810年、教育改革者で、言語学者のビルヘルム・フォン・フンボルトによって、フリードリヒ・ビルヘルム大学として創立された。ベルリンでは最も古い大学とされるが、実際には、第二次世界大戦後に、西ドイツ側で、 ベルリン自由大学がフリードリ・ヒビルヘルム大学の伝統を分裂継承した経緯がある。東ドイツ支配下でフンボルト大学と解消され、ドイツ再統一後に減少となった。以下、本校ではフンボルト大学と呼称する。18世紀を通してドイツ文化圏において新興勢力として慎長しつつあったプロイセン王国はフリードリ・ヒビルヘルム3世、地下、 19世紀に入るや市民革命の拡大を目するナポレオン軍と衝突し国家存亡の危機に陥った。この危機を打開しようと、シュタイン・ハルデンベルクの政治改革、グナイ・ゼナウラによる軍政改革など近代化に向け諸改革がなされたが、教育の近代化の一環としてフンボルトの主導によりブランデンブルク地域最初の大学として1810年に創立された。 1812年にプロイセン王国のユダヤ人には市民権が与えられ、一方、イエーナ大学やギーセン大学等の学生は国に対し自由主義的改革やドイツ統一を求めるブルシェンシャフトを結成したが、同大学の学生や教授が参加していたことは伺えない。さらにボンには1818 18年、同じく王の名を冠したラインフリードリ・ヒビルヘルム大学ボンも設置された。 ウィーン大学、ハイデルベルク大学など中世来の歴史を持つ大学に伝統では及ぶべくもないが、初代の学長に、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、二代目、フリードリヒ・カール・フォン・サビニー。1830年には、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルがその公認となるなど、東大随一の学級を招き、復興したプロイセン王国の勢力拡大に、 合わせるかのように有力な大学となっていった。さらに、プロイセン王国が根幹となり、ドイツ帝国が成立すると、その首都に位置する大学として、政府の強い支援を受けるなどにより、さらなる発展を遂げ、ドイツ文化圏を代表する大学となった。フンボルト大学は国家からの学問の自由の標語のもとに、研究者と学生が自主的な研究に基づき、 心理と知識の獲得を目的として、カントの理論に基づき、法学、神学、医学といった伝統的な学問領域を軸としつつも、これら3つの学問のみならず、自然科学を含めて全て学問の理論的な研究を、哲学が指導するという教養大学モデルを採用した。フンボルト大学は、研究と教育の一体化を図るとの革命的な発想の転換により、 各国の大学のモデルとなり、その産業形成を支えた。ビルヘルム・フォン・フンボルトの弟である、アレクサンダー・フォン・フンボルトが、カール・リッターと共に、近代地理学の講師となったように、多くの新しい科学的な分野を包含するための、開拓がなされている。当時のフンボルト大学を代表する学者としては、科学分野では、アウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマン、物理分野では、 ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツ、数学者では、エルンスト・エドゥアルト・クンマー、レオポルト・クロネッカー、カール・ワイ・エル・シュトラス、医学の分野では、ヨハネス・ペーター・ミュラー、アルブレヒト・フォングレフェ、ルドルフ・ウィルヒョウ、そしてロベルト・コフォといった顔ぶれが挙げられる。この時期に、フンボルト大学は徐々に他のベルリンの高等教育機関を組み込んで拡大していった。 その代表が医学部附属病院のシャリテーであろう。シャリテーの前身は、フリードリヒ一世による1717 17年のペスト防止の検益書で、兵隊王、フリードリヒビルヘルム一世のエス・ゾール・ダズ・ハウス代、シェリティの言葉を伴った歌詞により1727年に設立されたものである。それが1829年までに、 フンボルト大学医学部のキャンパスとなり、1927年にはより近代的な大学病院設備が建設された。1810年に設立した博物学の収集物は、1889年には別の建物が必要となるほどとなり、独立してドイツ最大の自然史博物館である自然博物館となった。また、1790年に設立された、 獣医学校は1934年に吸収され、獣医学研究施設の基礎となったし、1881年に設立されたベルリン農業高等学校は農学部へと発展していった。日本からも新興国において、藩を垂れるべき大学として、多くの人材が学び、森鴎外、北里柴三郎、高橋淳太郎、寺田虎彦、小犬馬信二、宮沢敏義といった、 日本の学術界を担う人材の留学が見られる。1933年にナチスが政権を取り、バイマル共和国が事実上崩壊すると、ドイツの他の大学同様をナチスの教育機関と化した。この年の5月10日には、大学前のオペラ広場において、2万冊に及ぶ大学図書館の書籍が対抗的、体制批判的として、ヨーゼフ・ゲッペルス指導の下 S.A. の監視下粉書された。現在、この行為のモニュメントが広場の中央に建てられており、2万冊分の空きを持った諸課とハインリヒハイネの作品からの以下の一節が記されたプレ,プレートを見ることができる。ダスボーアインフォアシュピールヌアー、ドルトマンビューカーバーブレント、バーブレントマンエムエンでアッチメンション。これは、序章に過ぎなかった。本を焼くところは、ついには、 人をも焼くのである1933年から1934年にかけて公務員法により約250人のユダヤ系の教授等が解職解雇され多くの学位が廃された。学生や研究者もナチスにこうするものは容赦なく放逐され、この時期にスタッフの約1、3は解雇されたとみられる。ドイツ敗戦後、 ベルリンが戦勝4カ国によって分割占領されると当学はソ連占領地域である東ベルリンに位置することになった。ソ連占領当局が大学統制を強める中、これに反発する学生や同調する教授、研究者はマックス・プランク研究所などの協力を得て、1948年にベルリン西側占領地域のダーレム地区に 新たな大学の運営を開始した。これがベルリン自由大学である。第二次世界大戦後は東ベルリン側に位置することになり、1949年に欧米を嫌った共産主義政権によりフリードリ・ヒビルヘルム大学からフンボルト大学に解消された。そしてドイツ民主共和国の崩壊まではドイツ、社会主義統一等の厳格な思想統制のもとに置かれた。 民主的な反対性勢力が大学キャンパスで拡大することを防ぐため、学生は党の方針への従順さに応じて選抜された。そのためか、学生や学者らは1989年の民主革命においてあまり重要な役割を担うことがなく、ドイツ再統一直前の1990年の時点においてでさえ、SED の元党員で、 スタージのスパイとの噂のあるハインリッヒ・フィンクを学長に選出するほどであった。フンボルト大学、法学部の建物医学部の建物フンボルト大学は合計189の学部を要し、大きく分けると主に以下の旧学部により構成される。それぞれの学部にいくつかの研究機関が含まれている。さらに以下の独立研究機関が付属している。 ベルリン中心部中央キャンパスは、ほぼすべての文系学部の建物、研究施設が集中する、三つのフンボルト大学キャンパスの中で一番古いキャンパスである。名前の通りベルリンの街の中の密手地区に位置し、ベルリン国立歌劇場、ベーベル広場、ジャンダルメンマルクト、ブランデンブルクモン、ムゼウムスインゼルなどといった観光地のすぐ近くに立地する。同キャンパス内には、 サービスセンターや大学図書館も存在する。フンボルト大学、本館堂キャンパスには、第一に、農学部、庭園学、生物学に、アジアアフリカ学の研究施設が存在する。また、フンボルト大学とベルリン自由大学の共同施設で、あり、ヨーロッパ最大の大学病院である、シャリテー、ベルリン大学病院、さらに、ドイツ最大の自然博物館である、 フンボルト博物館も同キャンパス上に位置する。シャリテ帝大学病院、フンボルト博物館、恐竜の展示理学部の研究機関は主に同キャンパス上に位置する。科学や物理学といった理系の研究機関が数多く存在し、今日では同キャンパスが位置する付近はヨーロッパ最大の科学工業技術団地の一つとなっている。 アトラース豊富の科学工業技術団地ドイツの大学システムの概要ドイツ学術交流会、ヘルベルトシュネーデルバッハ著、ョ、僕順が、船山俊明、内藤希役、ドイツ哲学史1831、193329から45ページ。ありがとうございます。